はい、こんばんは。ブログの解説、今日が何回目でしたっけ？ 25 回目の、ブログの解説を行いたいと思います。ご清聴いただきありがとうございます。Ustream と違ってですね、画質はいまいちなんですけど、これの場合はマイクの入力が入ってるかとかですね、録画の問題とかいろいろ非常に簡単になったので私としてはやりやすくなったんですけどね。ただ雑談の方がどうも視聴率がいいというのがちょっと悲しいところであるんですけど、はい。ただですね、今日の内容はかなりその私のブログの中でも濃いところが入ってましてですね、あまり進めないかもしれないですけど、まずこれ私のあれなんですけど、フィルムをバッジを持つということ。私は1988年に入社して、それから1993年までの5年間、福島第二原発で働いて放射線従事者の資格を持ってました。でその時のですね、累積被曝はおそらく5年間で 0.2 とかね、 0.3 ミリシーベルト、いやそうですね、20ミリレム、30ミリレム、いや1ミリシーベルト行きましたかね。多分5年間で1ミリシーベルト行ったか行かないかぐらい、だと思うんですね。いや今日はブログの解説はいつも8時からなんで、8時でいつもと同じ時間なんですけど、でそれで、辞めて93年でしょ、原発の中にいた。で93年から95年まで本店の方にいましたので、その間は管理区域に入ったことはほとんどない、確か1回もないと思うんですね。中国電力の島根原発に入った記憶はありますけど、自分の会社の原発に入った記憶は1号機にもね、機会があれば入ればよかったんですけど、そういうことしたことないですよね。何しても思えばもったいないかったと思うんです。で、辞めたの95年でしょ。でそれから私、95年は東京の小田木橋というところに住んでいて、柏木寮という東電の寮があったんですけどね、そこから、新大久保、どっちかな、新大久保か大久保か、ちょっと私どっちが死んだかわからないんですけど、中央線の黄色い電車が止まる方の大久保駅の近くに、住んで、そして熊本市でですね、大学の近くの、小貝橋のね近く、熊本市の人じゃないとわからないですけど、その辺に住んで、そしてその後今住んでるところに引っ越したんですよ。だから都合4回ほど引っ越しをしているわけなんですけどね。っていうかその前福島にいたので5回引っ越しをしているわけなんですけど、でその間住民票は出してましたけど、郵便局にはね全然出してなかったんですけどね。それはね、これ2006年の2月にこういう封筒が届いたんですよ。新店ということでね、私の名前が書いてあって、これはね私がその時住んでた住所なんですよ。ね、そして、進展と書いてあって、見てください。財団法人放射線影響協会って書いてあるでしょ。調査確認係。千代田区の梶町1丁目9の16。これ、私行ったことないので分かりませんけど、丸石第2ビルの5階にあると。で、重要なお知らせが入っていますので、必ずお読みくださいと書いてある。なんじゃこりゃと思ってですね。で、これ開けてみるとね、愕然としたんですよ。なんか嫌な感じですよね、これね。これ、こんばん放射線疫学調査についてのお願いということが書いてあって、ここにね、文字が書いてあるんですけど、財団法人放射線影響協会は、低線量の放射線が人体に与える影響を調べるため、文部科学省からの委託による原子力発電施設などで放射線業務に従事された皆様を対象に、平成2年から、放射線疫学調査を実施してます。これ私当然に勤めていた時に、いや小野さん、あなたのように当然に勤めてて、でほとんど被爆してない人は放射線の影響評価を調べられてね、でがんが少ないっていう募集団の一人として使われるんだよとかっていう、冗談みたいなこと言われて、そんなことしてないでしょって言ったらですね、なんとその会社を辞めて11年してからね、そういうのが来たんです。で、住所被曝線量等ね、そうなんです。
でも私も辞めてるからね、会社で。縁がないはずなの。だからここの募集台に入ってた。これまでの調査によると線量の低い放射線が健康に影響を及ぼしているという明確な証拠は見つけられませんでしたと、まあ、今言ってますよね。また東京会では調査結果の公表、講演会の開催、あるいは東京会ホームページ等を通じてこの調査についての広報を広めてまいりましたが、ご存知でない方もいらっしゃるようですので、この度ご本人に資料をお送りして調査の対象者になることについての確認をお願いすることにしました。だから私一切言われてないんですね。ホームページで言ってたからお前ら知ってるだろうみたいなことなんですけど、多分あのプライバシーとかね、個人情報保護法というのがあったので同意をもらわないとまずいということでね、それでこれが送られてきたんですよね。書いてある、この調査にご協力をいただけない方はお手数をおかけして大変恐縮ですが、同封の用紙にご記入の上ご返送いただくなど当協会へのご連絡をお願いします。なおご協力いただける方はご連絡の必要ありません。普通はこういうような調査をする場合は同意していただける場合は氏名名前を書いてご返送くださいなんです。だからこれはノーと言わなかったらお前はもう調査対象だよって有無を言わさず言ってるわけですよね。恐ろしいですよね。だからこれ福島の人はそうなんですよ。だからもう福島の人はフィルムバッジ持たされてるでしょ。だからここにねもう自動的に入ってどこに転勤しようがね、まあちょっと後で言いましょう。この調査は低線量放射線の影響に与える影響を調べるもののための大切な調査だと考えております。より信頼性の高い結果を得るため今後もこの調査を継続する必要があります。本調査の趣旨をご理解の上本調査にご協力いただけますようよろしくお願い申し上げます。この辺文章が慣れてないね。放射線影響協会の青木義郎と書いてある、ね、書いてますね。福島独身寮、東京の独身寮、東京のマンション、熊本のアパート、現在ですからね、こんな協会にしてでね、こういう紙がある。じゃあどうやってね私の住んでたところが分かったのかっていうのが書いてある。この調査では住民票の交付申請を行い定期的に皆様の住所を確認させていただいております。だから定期的半年とかね1年で住民票を取って、だから私の住民票を必ず毎回取ってですね、こいつはここにいるっていうのをずっと調べ上げてたわけです。だから私の手元に届いたんでね、恐ろしいですよね。はい、同意できない場合書きましたけど、この調査の対象者となることを同意いただける場合は特にお申し出の必要はありません。ね、ありえないあれだと、ね、パンフレットはねまだひどい。いや怖いって言ってますけどね、福島の今放射線バッジ持ってる人はねこれに何気に同意文書書かされてますよ。多分書いてると思いますのでね、後で確認していただきたいんですけどね。この調査は文部省科学の委託、ね、第三者に提供されることはありませんって書いてますけどでね、ここ書いてある。ICRP のその今低線量で、ね、100ミリシーベルト以下大丈夫って言ってるけども、そんなことは分かってないのでね、でその時検査してるわけです、ここでね。で実際この結果はねネットにも時々流れてますけど、20ミリシーベルト以下は、ね、以下でもねやっぱ被害が出るっていう結果が出てますもんね。私もどっかでブログで紹介したと思います、ね、低線量放射線の長期被曝により人体の影響は十分に確認されていないないんですよ。だからこれ書いてますね、意味軸もね。低線量放射線の長期被曝の特に内部被曝についてのものはないから、今福島で一生懸命喜んでね実験してそこに住んでる人はモルモットになってるわけですね。ね、御用学者がね、低線量って1ミリシーベルトパーイヤーね、これのことですよ。で低線量の長期被曝は大丈夫、かえって健康に良いと言ってるようですが、少なくともこの時点、だからこの時点というのは2006年でしょ、今から、まあ、7年ぐらい前です。今でも分かってないわけですね。でね、この次、まあ、住民票のことは言いましたね。じゃあ死亡を確認されたらどうするんだよね、住民票がなくなったら。もう書いてあるんです。厚生労働省の人口動態調査死亡票と照合することにより死因を把握しますと。だからね、死亡届を出すとその死亡届を合法的に確認して何という病気で死んだかをね調べられるわけですよ。これがね怖いと思わないとしたらね、よっぽどね間抜けですよ。で福島の人もフィルムバッジをもらった時に
同意書なるものを書かされてまするはずなので、まあ多分死因までね、死亡診断書で見ますということに同意したら文章書いてると思います。まあ後で見てください、ね、でここが人工動態死亡表というのは何かっていうのはね、この統計は統計法に定める指定統計なので、本来の目的以外に使用することは原則として禁止なんですよ、もちろんね。だけどそういう例外がある場合はいいと、ね、だから今も多分この例外になってるはず。で私もね、うん、やめてくれと、10年以上タッチしていないので外してくれということを書いてるんでね、やめろと、直ちにやめろと。ここの番号がね、私の番号があるわけですよ、封筒にね。で書いてある影響のね、経過の ここにね、多分ね、最近2014年も書いてますので、後で、ここね、放射線影響紹介、影響協会、恐ろしいですよね。私これ恐ろしいと思わん方が恐ろしいんですけど、今こういうことやってる、いろいろ書いてますね。多分ね、ここにいろんな情報が載ってて、私も最近全然チェックしてませんので、この放射線影響協会っていうのはね、後でチェックが必要ですね、私もね。で、原爆調査委員会 ABCC ね、設立の経緯と目的とかね、ABCC 知ってる、まあ、知ってる人は大抵だと思うんですけど、 ABCC は何をしたか、これ切れてるかな、リンク、あ、切れてないですね、あ、ないですね。この方ね、なんか変わるんですよね、一度話したことあるんですけど。で、放射線影響研究所の、だから 原爆でその人体実験をね、日本人でしたところ の流れが影響協会なんです。で、長期被爆はね、分かってないんで、停戦上のね、今福島、な、広島長崎しかないんですか、あれ広島長崎長期被爆じゃないですかね、停戦領の。停戦領の長期被爆っていうと、どこにあるかって言ったら、スリーマイルね。あと、チェルノブイリね。あとは、その核実験施設上ね。そこで何が起きてるかを見ればね、長期被爆がね、安全なはずないっていうのは分かる話なんで。この辺は、この頃はね、私 ABCC あんまり知らなかったのをこう、リンクしてたんで。で、こういうですね、リンク、ギレのね、ところがあって、もっと知りたいなと思ったらどうしたらいいかというとですね、ここをね、まあ適当なところをこうやって、こう Google で検索してみるという。そうすると、さっきの人の切れてたんですけど、それがね、こうやってこう出てくるんですね。まあこれは非常によく使える手段なのでね。あ、これ途中だけこう書いてね、ぶった切ってるのが時々あるんですよ、引用の問題とかあるの。その時はその全然そのキーワードじゃなくて、これずらずらずらってやって Google でするとパッと出てきますのでね、そういうことやってた。まあ恐ろしいですよね、私は非常に恐ろしいと思ったんですけど、で頭にきてもうどっかに訴えてやりたいと思ってたんですけど、まあ当時の私は別に何もないので、ただ黙って資料取ってただけなんですけど、まあこういうことがあってね、調べる、こうやってみんなに訴えてある程度の人に見てもらえるようになったと、こういうことをやられてる。だから影響業界に福島の人もモルモットとして漏れなく、移動ね、だから福島から逃げるっていうか就職とかで行ってね、そしてあちこちにこう行かれるんですけど、もうフィルムバッジはつけなくていいにしても、どこに行ってもずっと調べ上げられて、亡くなった場合は死亡票を取られて、それで死因としてこうカウントされていくと、まあそういうルートに乗ってるわけです。で私は拒絶したのでね、あれなんですけど。はい、で浜岡5号機ね、浜岡5号機はもう時々ブログの解説では言ってるんですけど、最新鋭の沸騰水型原発で130万ぐらいあったと思うんですけどね、これはもう圧力抑制室というところに、まあ海水が入ったと。で圧力抑制室はここでしょ。そうするとここからつながるとか全部やられたので、
要はね全部ね塩水だらけになったので浜岡5号機はもう動かせませんよっていうことを言いたくて書いてるわけですね。でインターナルポンプっていうのも入っててね、ここにも海水が入ってたのは明らかなので、こういう精密なね、ちょっと、分かりにくいですけど、こういう純水が入ることをね規定されて、こんなものすごく狭いクリアランスのとこでね、こういう穴だらけなわけですよ。さらにね、じゃあそこに塩水が入ったんで、これそこから今にね腐食して液が漏れ出すと思うんですよね。どうすんでしょうね。マジで怖いですよこれ。地震がなくてもね、いつ何時ここが抜け、そこが抜けるか分かりませんからね。多分まだ動かす気満々ですから、ここに燃料が入ってるはずでね、この底が抜けたらね結構かなりやばいことになると思うんですよね。気づくだろうかね。まあどうなるんでしょう。恐ろしいですよ浜岡5号機。これ燃料抜いてもらわないとね、もう動かせませんから。まあ、そういうことがあって、うん、でね、飛田先生、私この時多分この頃初めて知ったと思うんですけど、この時93歳94歳で、まあ、陸軍ね医学学校をして軍医少尉、まあ一番の下っ端というかね、少尉として広島陸軍病院に赴任した。ただまあさらっと書いてますけど、そうですね、浜岡5号機今どうなってるんでしょうね。多分ね、中部のホームページにちょろちょろ書いてあると思うんですけど、腐食がひどいことはねあちこち書かれてますのでね、ただ私ももう見てないっていうのが正直なところですね。で陸軍軍医学校卒なんですけど、この人もいろいろあってね、もうたまたま幸運を呼んでまあ生き残ったと、まあそういう方でね、この辺のことをね飛田先生のこの辺のあたりの陸軍医学学校に入ってね、で病院に行って、なんで軍医少尉っていうの、この軍医少尉自体はいっぱいいるんですけど、本当の兵隊の訓練をした軍医っていうのはね、かなり飛田先生ぐらいしかいなかったはずでね、それで非常に、貴重な人材なんですよ、もともとね。でこれね、真実の原子力っていうんで、これ今どのくらい見てるんでしょう。75,000、まあまあ見てます。でも JVG は少なかったね。でね、これなかなかね、皆さんこんにちは。私は今ご紹介いただいた飛田俊太郎という内科の医者です。まあ、94歳ですから94歳です、ね、あんまり確かなように話すことができないかもしれませんが、皆さんにまだみんなが教えられていない広島長崎原爆の本当の被害の中身を短い時間ですが簡単に分かるようにお知らせをします。ご承知のように原子爆弾は放射線のエネルギーを元にした爆弾です。今までの日本世界中の人が持っていたどんな兵器とも全く違う放射線というものを燃料に使って爆発させる。まあちょっとここで切りますけど、まあ、これね非常に25分の動画なんですが、もしまだ見てない人がいたらね、ぜひ見ていただきたいと思うんですね。で埼玉保健新聞で、まあ、私も自分の本の中で引用させてもらったんですけど、まあね、放射線被曝の治療についてっていうので、放射線効果物による内部被曝には治療法はまだありませんと、ね、で最初に聞いたのはやっぱり保健協会なので、内部放射線に対する治療を知らない人がたくさんいると思いますので、まず治療について伺いますと言ったら、もういきなりね、内部被曝に対する治療法はまだありませんっていうふうに言われて、これは今でも正しいわけですね。だから内部被曝のことに仮に医者が気づいたとしてもですね、その患者に対して適切な治療法が取れない。結局同じ、その分かってても分かってなくても同じ薬になると。だそこが大事なんですね。だからぜひ見てください。まあその
それ被爆症状じゃないですかねとかいうようなことは分かると思うんですけど、治療法がないんですよね。で、被爆を治療する知識というのはどういうものがあるか。一番マークしなければならない症状、非常にだるい、仕事ができない、家事ができない、ね、ブラブラ病だと。で、原因のわからない後遺症だと。治療法はわからない。で、これ CO、 慢性疲労症候群、クロニックなんとかシンドローム、 忘れましたごめん忘れましたけど、急に出てこないですけどね。それとほとんど一緒で、おそらくそうじゃろうと。慢性疲 CKD じゃないね、ちょっと忘れました。誰か知ってる人教えていたら教えてほしい。ブラブラ病という概念にあたる。だからそれと同じだと。でね、その人特有の現れ方をすると。だからその人特有なんですよ。人それぞれで違うけれども、体がだるくて動けない、喘息発作のように始まると 4,5 日止まらないとかね、何週間何ヶ月も続くことか、その出方も症状もみんな違うと。で、いろんな検査をして、広島ではブラブラ病の患者に対して、病気じゃないよと、原爆にあったショックだ、精神症状だから、だんだん良くなるというと、他の医療機関を受診して同じことの繰り返しになると。これが特徴だと。で、白血病はどうでしょう。で、飛田先生は白血病は出ないって、これ6月なんですけどね、4月かな。でもその後でよくよく見ると、広島原爆が落ちた時もね、数ヶ月で白血病出てますのでね。で、それで開業医とかが騒ぎ出して、その放射線で白血病になるということがやっぱり知れ渡ったわけでね。だからこれちょっと私間違いだと思うんですけど、3年以降で白血病はピークが5年、がんが7年だった。で、これはね、広島原爆のままバンとやって、あと、まあ、ほとんど残留放射能はありますけど、それでももう急激に減って、それでもピークは5年でしょ。そして今回の福島の場合はピークらしいピークがないままね、これずっと増え続ける可能性があるんです。だから3年以降というと、今ちょうど3年経ってますのでね。だから突然死も増えるし、芸能人でね、あちこちなんか急性胃腸炎とか、わけわかんないね、普通なら入院したするはずのない病気とかね、急性気管支炎、風邪で入院とかね、いっぱい出てますけど、去年あたりはあれが多かったですもんね、熱中症ね。20度ぐらいで熱中症して起きる起きるって言ってたんですけど、今年はあんまり報道がないですもんね。起きてないのか隠してるのか分かりませんけどね。で、ピークが出るとがんがしてない、だからあと2年ぐらいで白血病がものすごく増えるってことは分かる。で、それ以降あのチェルノブイリのことを見ると、そのまま増え続けるということが容易に想像できるんですね。これは必ずピークは出る。だからこれ原爆の場合だから、あのじりじり出る場合はね、私これは出ないんじゃないかと思って、医師は知ってた方がいいと、被災者のみんなが放射線障害を知っている中で心配しなくてって言うと、医者では通用しなくなると、この時は言ってるんですけど、まあね、心配しなくていいよっていう医者の方が大半でね、未だにね、未だに放射能あの言ってたらうるさいみたいな感じなんですね。日本の専門機関で内部被曝の治療に取り組んでいるのでしょうかと。まあ、ほとんど知らないって、何もやってないってことが書いてある。で、これはね、まあ、PTCA サイクルとかいろいろ生体内のあれがあるんですけど、それはね、だいたい100電子ボルト以下と。ところがね、ウランの核分裂エネルギー270万電子ボルトで、だから例えて言うと100円単位で一生懸命ね、だから駄菓子屋でやってる時にベンツで270万持ってね、遊びに来られたのと一緒で、もうとてもね、太刀打ちできないということを言ってるんですね。それで細胞の新陳代謝がボロボロになるということなんです。内部被曝はメカニズムが違うということですね。常識の正反対だったと。あ、クロニック CFI、 あれ、そんな長かったです。クロニックファティーグシンドロームで CFS ですかね。CFS だったですか。谷先生さん、ありがとうございます、ね。外からの放射線は強ければ強いほど大きく影響を受ける。少なければ影響も少ないというのが常識と。ところが細胞の中で放射線が影響を与えるときは、たくさんの放射性物質があると影響が出ない。だからこれは高レベルのね、とこに住んでる人は、もうずっとそこに住んでるんで影響が出ないということだと思う。ところが、例えばポール・マッカートニーみたいにね、ずっとイギリスにいて日本に来て羽目外して何か食べると、ああいう下痢が止まらなくて大変なことになるんですよね。
もしかしたら髪の毛は抜けるんじゃないでしょうかね。わかりませんけど。体内に入って、アルファ線、ベータ線ね、活性酸素になる。この問題についてどう取り組んだらいいかご提言いただけますかと。医師として原爆被爆者の診療に関わる機会が増えるのではないかと予測されると。第1は、頑固な倦怠感の場合は患者の話をじっくり聞けと。聞くだけで患者の不安はかなり癒され、医師への信頼が強まる。まあ最初にね、そういうふうにこうきちっと提言されてるんですけど、今いまだにね、全然問題ないから、なんかバカが来たみたいな感じの態度を取る医者も多いと言いますからね、全然ダメですよね。患者を励ますこと。患者は極端な無力化に陥っている。何より重要なのは強烈な生きる意志だから、その被爆してね、調子が悪くなったからって言ってがっかりするなと、お前にはまだやることがあるみたいなね、そういう強い意志をあげなさいということを言ってるんですよ。ただね、内部被爆の治療法はないので、まあその法外な値段を出さないようにね、聞けばいいやぐらいに思ってくださいと。慢性疲労症候群のウィキ、ああそうです、 CFS だったですかね。ちょっと私もちょっと前まで覚えてたのに、もしかしたら頭がもうあれになってるかもしれません。脱原発に騙されないよと。なんかまあ、ソフトバンクがね、ちょっと脱太陽エネルギーに手を出してましたけど、基本的にその外でね、どっかで大きい発電所を作ってそれを配分するっていうのは、まあ原発時代の発想と変わらないのでね、私としてはその例えば各家庭の太陽パネルをつけるとかね、で屋根はだってもともと利用してないわけですから、そこにすればね、土地がなくなるわけもない。それを例えば熊本のね、農閑地なんかにね、太陽パネルなんかつけたら、そらちょっとしたはした金みたいなやつでね、で 農業も何もできなくなるわけですよ。それよりもその例えば学校の屋上とかね、各家庭のところとかね、そういうところはこうするべきじゃないかと思うんで、私太陽光ね、ソーラー発電所をいっぱい作るのはね、ちょっと反対なんですよね。おかしいと思う。各家庭につけて、できるだけ有効利用すると。でそれはね、金払う必要はないんですよ。政府はね、税金面で控除すると。例えば 100% 控除とかね、50% 控除でもいいんです。100万のやつでしたら税金が50万ね、必要経費と認めてやる。それでもいいんですよ。それでバーッと行くのにね、そういう、非常に有効な手段は全く使わずにね、バカみたいなね、金を使ってると私は思うんですよ。ああこれね、でね、岩手県宮古市のね、この画像、これはこれこうなんですよね。あ、亡くなったんでしょうか。あ、これありますね。これはね、迫力あるんですよ。迫力あるので、もうね、全然どうもないでしょ。これあれできないの。茶色の服の父さん、津波が切ったよ。そうですよ、ヤソーラーもそう書いてます。太陽光屋根の鉄塔です。貧乏人に高い。ああ、これね、全然どうもないから。で、今の電力会社が作ってるのね、こんな防波堤。結構散乱しましたんで、今太郎ですよね。ここで見ました。飛ばせないんですよね。なんで。今津波来てました。宮古市ね。もう来ました。すごい。ついこの間ね、起きたことなんですよ。ね、もうみんなね。すげえ、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 す
です。うわ。これは今週で早く船やられるので。ああ、ね、確かねこの辺に人がいたりして、のんきな人がいるんですよ。でこういう画像を見てるとね、こういう記録映像っていうのを動かしたらいかんって、定点でずっと見てる方がね、かえって迫力あるんですよ。だからこう、そう、この映像は、ね、一番恐ろしいと私は思います。市役所まで来てませんけども、来てないですもんね。来てないですもんね。おお、なんかね人が来てたと思うんですよ。来て、すごい。しかどっか人がね歩いてるの見えた。この辺にね、確か人がいたと思って。逃げる場所があればね、そうでもないんですけど、せき止めた途端にね、絶対あんな、ね、15メートルとかね、津波が15メートルしか来ないって言っても、訴求しますから、操縦しますから、そう大きくなってる。ここ確か人がいたんですよ。これこのぐらいで終わってればね、まだねすごい津波が来たと思います。上がった上がった、あーひっくり返った。津波が来るなんて誰も思ってなかった。逃げろって言ってもせいぜいね、今までは30センチとかね、50センチ。おーい、騙されっぞ。一生懸命ね声かけてもね誰も、あほらここにね自動車がいますもんね。あーわかっ、何やってんのってね、ここも自動車走ってるもんね。まだ逃げてる間はね、でもずっとこう海水陣が上がるわけですよね。いいね。じゃね、いいね。でまだね、向こうを追い抜くと思ってない。おお、あっちの方、声だ、あー声だ、声だ、これね、あんま変えない方がいいんです。まあ、ここはね、確かに超えてるのは分かるんですけど、これ変えるとね、手前のとこは分からない。映したくなる気は分かるんですよ。できるだけ動かさないでほしかった。おー、怖いなぁ。ダメだ、自転車、ね、バカか。自転車、自転車、逃げろ、逃げろ、なんかあったらね、やっぱこっちに声がかけてくれた人いないといけない、ね、そんなのこじゃねえ、そうなんです、こっちだよ、うわ、来てね、いや、早く、そっちじゃねえ、市役所に行こう、自分には食べないから、あ、声だ、声だ、声だ声だ、なんで続くのに死んだの、声だ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 、俺の車終わった、おー、
すげえ。どうせですよね。これね、ペナペナのね、防波堤でね。終わった。すべてが終わった。すべてが終わった。何これ？何これ？何これ？さっきの人は？あの人は？さっきの人は？何これ？なんかね。何これ？あんまりこればっかり流しても仕方ないんですけど。何これ？一番最初のね。え？ね、全然違うわけです。何これ？あれ？ほらもう全部何もかもなくなって。何これ？これがやっぱり自然の力だよね。これを経験してね、よう動かせると津波に耐えたとか言ったと思う。だからあの細川さんの言ってるのね、どうせ無理だから、その人が引き波でさらわれるのを木で食い止めようっていうのが森の頂上を来る。終わった。まだこの後続くんですけども、あ、ここにありましたね。すみません。何これ、ね、こんな風になっちゃう。第2波の大きいのが、ね、何もなくなって、一番最初どうかって言ったらこうですからね。あー、そこ見えた、そこ見えた。これがやっぱりね、まあみんな知ってるわけなんですけどね。逃げるしかないですからね、山に。堤防なんかでね、立ち向かう。他じゃないかもしれないです。まあこういう感じのね。あ、ちょっとすみません、ちょっとずれてますね、場所が。ん？ちょっとごめんなさい。ね、こういうのが。ね、これでね、本当にできるのかって、できるはずないですよ。じゃ最後にですね、ちょっと大きな話があったのでこれで終わりにしたいと思います、信じられないなら日本国、あ、すいません、どうもコインティニーコイン、皆様ありがとうございます、信じられないなら日本国民をやめてもらうしかないってい こう記事があってですね、でここ外で遊べずね、イライラするっていうのがあって、ね、運動不足となり転んで大怪我をしやすくなっていると、ね、骨折、ここね、ちょっと見えますかね、5月から6月にかけて妙に子どもたちの怪我が多い。担任している4年生のクラスでも周囲でも骨折したり脱臼したり何針も掘ったりと相次いでいます。でこれは福島の、超高汚染地帯はもう1ヶ月2ヶ月でこういう話が出てる。で今1年ぐらい経って東京に来てね、今熊本に来てます。これがね、骨折しやすい。小学校は普通骨折しないのに ね、運動不足ではないんですよ。運動不足でこんなことありえないんだよね。もう一つの異変は些細なことで喧嘩が増えていること。だから多分前頭葉の抑えが効かなくなると思う。だから子供がね、切れやすくなったりするのはね、やっぱり被爆の影響があると思うのでね、もしそういう印象が受けるとしたら、それは真剣に考えてください。そしてね、書いてある、4月の下旬、いわき市の小学校で PTA の会合があった。放射線について国の基準に沿って対応すると説明した学校側に保護者の中から心配の声が上がった。すると学年主任の教諭が釘を刺した。国が決めたことを大人が信じられないのなら子供が動揺してしまうと。国の言うことが信じられないなら日本国民をやめてもらうしかないと。ね。こう言ってるんですよ。でね、熊日の、ね、レポートとあるの でこの記者40代後半という方なので、本当ですかって言ったらね、本当ですよと。でちゃんとね、あの名前とかなんとかもね、全部控えてあるというふうにされて、ぜひね、あの掲載してほしいと、全国紙 でお願いしたいんですけど、そう、骨折しやすいのはね、私もストロンチウムのせいだと思ってるんですよ。
でこれを見てたので、あのバンダジェフスキーが2012年の3月に来た時にですね、東京の人に骨折増えてないかって言ったらやっぱ増えてましたもんね。だからこれがね、なんで熊日なんだよって言ったら熊日の記者なんですよ。でこの熊日のなかなかねビシッとまとまってる記事で、なかなかスマートな方だなと思った。これ山口和也さんっていう、和也記者っていう方で、実は私のあのインタビュー記事をねしていただいたのもこの方でね、やっぱ敏腕な方は違うなと思って感心したんですけど、ね、国のことを盲目的に信じろっていうのは民主主義じゃないと。で熊日記者がね6月に報じるまでこの発言が他のマスコミで一切流れていないのはなぜかと。密室の話ではなく、それなりの人数がいたはずですと、ね、それなのにね全然報道されてないんで、私ツイッターに流れたどうかどうかはね、私はこの時にツイッターしてないので知らないんですけど、多分誰も言ってないんですよね、保護者ね。そんなこと言うと非国民扱いされます。だから国の言うことに反対したら非国民でね、だから美味しんぼとかが叩かれるわけですよ。で小学校の名前を晒しても意味がないと、まあ、誰がねあれであってもね、結局国が言ったことをね、あ流れたんですか、これ私は流したんですけどね、この4月ぐらいに流れたんですかね、こんなひどいこと言われた。政策内部被爆について勉強してくださいと、ただね書いてますけど、周りの人が何と言おうが子を守ろうとする母より強いものはありません。この間の岩上さんと広川さんのインタビューでちょっと広川さん言われてましたけど、あのなんかごっくんしたね、のがいましたよね、なんか福島のね建屋のやつを。であれは男なら飲むと。なんでかって言ったら、男は自分のね体がどうかっていうことを心配する。でも母親は自分の体じゃなくて子供に飲ませられるかどうかを判断基準にすると。だから男が飲んだってね何の役にも立たんし、母親はそんなの信用しないって言って、まあそれが母親だと思うんですね。理屈では通用 しないですしね、理屈でその数式を出して大丈夫だって言ったって、それはその数式は嘘かもしれないし、まあ実際嘘なわけなんですけどね。そうそう、今日教組どうなってるんでしょう。そうですよ、まさしくそのとおり。日教組黙ってますよね今、そう鼻血がね鼻血が出てるんですか。ちょっとこれリツイートしておきましょう。知ってたんですけど YouTube に残ってるんですか。だから記者あの秋田県知事がね記者会見中に鼻血出して、いやそれこそ風評被害だと私は思うんですけどね。カルシウムと似てるから人体間違って取り込んでしまう、ストロンチウム。まあその通りですね。全国の給食食材の危険性をもっとみんなが知るべき。危険、政府は子どもたちの給食に魚メニューを増やすと宣言。断固阻止。もうそうですね。魚危ないですよ。バンダジェフス。確か流れた。あ、流れた。転ぼやすいのはストロンチウムっていうよりも、なんか三半、そうね、三半規管の中のカルシウムがストロンチウムとちょっと、耳石がね一部ストロンチウムになって、それが放射線の影響で転びやすくなるのかもしれません。そういえば園田さん最近よく名前が出てきます。そうそう園田さんですよね。東京周囲で骨折も多いけど交通機関で杖使用の若い30、40代。そうですよ、これはねやっぱ内部被爆だと私は思いますね。ごっくん母親は飲ませない。福島民放では日立臨海公園の公選旅会議の記事は報道されても、いや熊本でも公演さ報道されてないんですけどね。だってね福島では大丈夫というところは大騒ぎして除染してるわけですから。でも茨城県もねかなり汚染されてますからね。若い方の杖使用が大変多い。なんかみんなやられてるんですこれね。藤沢で直近4ヶ月のゴミパック待ってるようです。ちょっと見てみましょう。170ベクレルぐらいですか。103、あれ、ああセシウム合計が130、なく77で136の41で、でこれをねんちょっと持っていけないんですけど、このカリウムがねこの誰どなたでしたっけ、
ダシュラさん、ちょっとリツイートしますか。ダシュラさんのねやつでゴミパックが待ってるよってつって出てるんですけど、実はこれ医者はどう見るかって言ったらね、カリウム40が結構セシウム137より多いでしょ。だからこんなね、ゴミパックで、わーわー言うなんてね、キチガイだみたいに持ってるのがね、まあ大体8割と思っとけば間違いない。いや、バックグラウンド放射線も遮蔽しない、たった10秒測ってカリウム40が0ベクレルといったザル計測を信用しろという方が、まあ信用したらいかんです。松葉杖の人は今年に入ってよく見かけます。あ、そうですか。今年になって増えてきたんですか。これね、小学生のそのお子さんがおられる方はね、同級生に何人骨折した子がいるかっていうのを聞くだけでね、大体状況が把握できると思います。ちなみに私、奈良派からの原発避民です。しじみじるさんですか。いや、ぜひね、向こうに住んでる方、話の話をしていただきたいですよね。東海でも骨折で、松葉杖の人多いです。私も昨年わずか。ああ、そうですか。ご注意くださいね。要素被爆、スタンド。そうなんですよ。だからね、まあもう大体、今日話そうと思ったのはここでね。だから今日初めて聞いた人はですね、この、国に反対したらね、国を信じらなかったら日本国民じゃないと、学校の先生も言ってるしですね、まあそういう態度で暮らしてくださいということでですね。これなんですよ、熊日記者のリポート、これどうしてね、今だってね、報道したらそれなりにインパクトあると思います。いや、もう古いからいいですなんて言われてましたけどね、書かれてた方、半年後ぐらい。今だってね、こう言ってるっていうことはね、知らない人はもう数多くいると思いますんでね。はい、今日はブログの解説なのであんまり引っ張らないんですけど、何かありますかね。これをぜひ言ってほしいとかいうのがあれば。学校の先生が放射能被害に無知なのに困って、無知っていうかね、ないということに国が言ってるから、それ国をし善良な国民ですから、国を丸呑みしてるということでね、そういうことだと思います。福島県の公務や県の意向に批判はできない、職を失いたくない、そうでしょうね。でもそれは結局自分に返ってきますよね。はい、配信ありがとうございました。じゃあこれで、今日の配信は終了させていただこうかと思います。あとでですね、 YouTube の方にちょっと、まあ、画像がね、綺麗なやつをアップしようと思いますので、まあ、合わせて見ていただければと、まあ何ともね見なくてもいいと思うんですけど、ただ私は一応自分でやったやつを後で読み返してみてですね、あんまり長いとまた私それをまた1時間聞かないといけないので、まあながらしながら聞いてるんですけどね。はい、どうもご清聴ありがとうございました。それでは今日は終了させていただきます。ありがとうございました。